千日前線は、大阪府大阪市福島区の野田阪神駅から同市、生野区の南辰美駅までを結ぶ、大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道第5号線と称し、駅番号を表す際に用いられる路線記号は S。ラインカラーは、南馬新地や千日前のネオンサインをイメージした購買色である。大阪市中心部では新な庭筋と、 大阪南の繁華街を横断する千日前通りの地下を走る。全線のうちの半分近くにあたる桜川駅、鶴橋駅間で阪神南波線及び近鉄南波線、大阪線と並行する。ニュートラム南港ポートタウン線を除く大阪メトロのすべての地下鉄路線との乗り換えが可能である。大阪メトロの8路線の中では利用客数は6番目で、 列車は4両編成で運行されている。ホーム有効庁は全駅8両編成分あるが、列車の停車しない部分には固定柵が設置され、他線への乗り換え通路や出口への通路として使用されない部分は閉鎖されている。駅によっては資材置き場となっており、その部分は照明も薄暗くなっている。1000日前専用駅小案内機大阪メトロでは、初めて全駅に LCD の発車表が設置された。その後、LCD 案内板は、今里筋線や中央線にも導入されている。2014年に、全駅で、可動式ホーム柵が導入され、2015年1月13日から、ワンマン運転を開始した。運賃計算には、淡沢駅谷町9丁名機間のキロ数型、線経由と同じになるよう調整された営業キロに対応する。 数をを用いる野田阪神駅南辰美駅南間の運転を基本としており平日朝ラッシュ時は約4分間隔、平日夕ラッシュ時は約5分間隔、平日日中と土休日のほぼ終日は7分30秒間隔、早朝、深夜は10分間隔で運転される。この他に出航兼ねて、今里発と阿波座発の列車が朝夕に数本運行されている。 野田阪神駅では、基本的に一番線を使用しているが、朝夕に数本設定されている同駅二番線に到着する列車には、ホームの設備上の問題から注意喚起の案内がされる。詳細は、野田阪神駅駅構造を参照。なお、2009年度までは、何和ヨド花火大会開催日に、野田阪神発今里駅の臨時列車が数本、設定されていた。 2013年3月23日のダイヤ改正で設定されたのだ阪神発今里駅終電はそれを定期化したものである。この列車は2014年8月30日のダイヤ改正で南辰美駅に変更され、今里駅の定期列車は消滅した。淡沢駅に乗務員の詰め所である淡沢乗務所があるため、乗務員は 阿波座駅下り一番線ホームで交代していたが、施設老朽化のため、2015年3月21日の終電で、阿波座乗務所を閉鎖し、翌3月22日から乗務所を、今里駅に移転し、今里乗務所を開設した。以後は千日前線の乗務員交代は、今里駅一番線、下りホームで行われるが、数本だけ、今里駅二番線、上りホームで交代する。 千日前線の車両の完全冷房化はかなり遅れた。同線専用の初の申請車両は現在使われている25系で、同車導入までは、打線で使用された車両が回されていた。一方、保安面では、車内信号式の CSATC を大阪市営地下鉄で初めて導入している。線内に車両検査の施設はあるが、 車両はすべて中央線の森の宮検車場の所属となっている。同検車場から入出庫する際は回送列車として、淡沢駅構内にある両線を結ぶ連絡線を介して中央線淡沢駅森の宮駅間を走行する。森の宮検車場が実質的な車両基地となっているが、車両の約3分の2は、線内の駅または留置線で夜間対白を行っている。 かつては今里車庫があったが2011年に廃止された。2016年までは工場機能があった森宮検車場で車両の検査などを行っていたが施設老朽化のため工場機能が4つ橋線の緑木検車場に一元化された。そのため車両の検査などで緑木検車場へ改装される際は本町駅付近の中央線と4つ橋線との間に 新設された連絡線を介して4つ橋線を走行する。ワンマン運転開始後の2015年10月19日には25計画編成の VVVF ステッカー下にワンマンステッカーが貼られた。また、車両の外側についていた転落防止ホロが可動式ホーム柵の設置により不要になったため取り外された。1948年。また、 仙北ニュータウンへのアクセス路線としても検討されていたことがあった。上記のキロ数は10キロ南辰美駅から近鉄大阪線、水戸駅方面への延伸計画がある。1989年の運輸政策審議会第10号答申で今後整備検討すべき路線として示され、同年に大阪市の交通事業の設置等に関する条例で計画路線として定められている。 しかし、大阪市及び大阪市交通局の厳しい財政事情を背景に、交通局の民営化や上場も含めた経営改善計画が検討されているため、今里筋線の南半分など、他の計画路線と同様に建設計画は凍結されている。なお、下記闘信に出てくる神崎川野田半神館については、1997年3月に、 JR 東西線が開通した。区間は構想、答申、計画が出された時点において、未完のものを示す。大阪市高速度鉄道協議会路線網改定都市、交通審議会答申3号都市交通審議会、答申7号都市交通審議会答申13号、鉄道網整備調査委員会路線名、南辰美学温寺線運輸政策審議会答申10号、 全駅大阪府大阪市に所在。ありがとうございます。